はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型システムの旅行カタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版スバルレガシー B4 でございます。このレガシー B4 も質感が向上したということですし、新たにビースコースというグレードが追加されたということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、スバルのブランドについてが紹介されております。次のページではレガシー B4 の概要と走行シーンが紹介されています。次のページではレガシー B4 の外観がこのような感じになっております。スポーティーでありながらラグジュアリーな雰囲気もある高級スポーツセダンという感じになっております。次のページでもスタイリングが紹介されています。次のページではリアビューがこのような感じになります。リアビューも非常にスポーティーな雰囲気になっているなと思います。次のページでもスタイリングがいろいろと紹介されております。次のページではインテリアが紹介されております。でインパネ周りこのような感じになります。質感の高いスバルらしいデザインになっているなと思います。次のページではシート周りこのような感じになります。スポーツシートが採用されるということで、ロングドライブでも疲れにくい感じになっているなと思います。次のページでは安全性能についてが紹介されております。いろんな方面から安全性能に磨きをかけているという感じになっております。次のページではゼロ G安全が紹介されておりまして、できるだけ死角が少なくなるように設計されておりますし、ステアリング連動のヘッドランプも採用されております。さらにシートも疲れにくい形状になっておりますし、誰でも運転操作に集中できるような設計がされております。次のページでは走行安全性能が紹介されております。レガシー B4 もシンメトリカル AWD が採用されておりまして、あらゆる路面の変化に素早く対応してくれるという機構になっております。さらにシャシーやボディも剛性の高いものとなっております。さらにステア補助の VDC ビークルダイナミクスコントロール、そしてアクティブトルクベクタリングが採用されておりますので、コーナーも安定して走行することができるということになっております。次のページでは予防安全が紹介されておりまして、もちろんアイサイトが採用されております。ステレオカメラを用いた安全運転支援システムということになります。で、レガシー B4 は全車サポカイスワイドに該当しているということになります。次のページではアイサイトの機能が紹介されております。歩行者検知などにも対応したプリクラッシュブレーキが採用されております。さらに後退時のブレーキアシスト、そして前後方向の誤発進抑制機能も採用されております。さらに全車直追従機能付きのクルーズコントロールも採用されております。さらにアクティブレーンキープなども採用されますので、高速道路および自動車専用道路の走行も楽に行えるということになります。さらに各種警報お知らせ機能も採用されております。次のページではアイサイトセーフティープラスが紹介されておりまして、高速法の警戒支援システムスバルリアビークルディテクションが採用されております。さらにハイビームの照射範囲をコントロールしてくれるアダプティブドライビングビームが採用されておりますので、先行車および対向車の減圧を防止しながら夜間の静的な視界を確保してくれるという機構になっております。隣ではフロントビューモニター、サイドビューモニターも採用されますので、狭い道などでのすれ違いも楽に行えるようになっております。次のページでは衝突安全性能が紹介されております。衝突安全ボディが採用されておりますし、水平対向エンジンは衝撃吸収にも有利ということが紹介されております。エアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになります。次のページでは郊外での佇まいが紹介されております。次のページではメカニズムが紹介されております。全車 2.5 リッターの水平対向エンジンが採用されております。 NA モデルとなります。ミッションがリニアトレニックとありまして、走行モードを任意で変えることができる SI ドライブも採用されております。さらに空力性能にもこだわった設計が出ております。で燃費が GC08 モードでリッター 14.8 キロということになっております。次のページではインテリアの質感が紹介されております。シート周りの空間も十分なスペースが確保されております。さらに静粛性も高くなっておりますし、最適な空間が設計されておりますので、ロングドライブも快適に行えるということになります。次のページでは各種装備が紹介されております。で専用のダンパーも採用されておりますし、全車 LED ハイロービームランプ、そして LED フロントフォグランプも採用されております。で、メーターも大型のマルチインフォメーションディスプレイ付きの新鮮に優れたメーターが採用されております。
さらにモードに応じてメーターリング照明も変えることができるようになっております。さらにパーキングブレーキが電動式となりまして、オートビークルホールドも採用されております。キーレスアクセス、プッシュスタートにも対応しておりますし、自動防眩ルームミラーも採用されております。運転席シートのメモリ機能も採用されておりますし、左右独立のフルオートエアコンが採用されております。そして上級仕様になりますと、ステアリングヒーターも採用されております。そしてシートヒーターも採用されます。そして USB 電源なども採用されますし、トランクルームも十分な容量が確保されますし、トランクスルー機構となりますので使い勝手もいい感じになっております。さらに大型のサブトランクも採用されるということになります。次のページではリアビューカメラも用意されますし、本側巻きのステアリングフィール、シフトレバーが採用されております。そしてフロントリアドアのプルハンドル照明なども採用されますし、ロゴ入りのサイドシーププレートやメキガーニッシュも採用されております。メーカーオプションで電動チルトスライド式のサンルーフも用意されますし、ディーラーオプションでダイヤトーンのビルドインナビも用意されるということになります。隣では B4 リミテッドの本革シートも3種類用意されております。次のページでは新たに追加された B スポーツについてが紹介されております。こちらは価格を抑えつつスポーティーな雰囲気になっているプレートとなります。専用のホイール、そしてオーナメントなども採用されております。次のページではラインナップが紹介されております。 B スポーツがこのような感じになります。次のページでは上級仕様のリミテッドが紹介されております。このような感じになります。次のページではボディカラーが全6色でラインナップされております。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになります。次のページでは主要所見表が紹介されております。で、下には寸法図も載っております。隣では環境情報などが紹介されております。次のページではカスタマーサービスなどが紹介されまして、下には福祉車両も紹介されております。隣ではスバルのアプリなどが紹介されております。レビューをしてこのような感じです。はい、ということで今回は最新版スバルレガシー B4 について紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。で、ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。